皆さんこんばんは、ご紹介をいただきました県議会の副議長の小林美京でございます。実は今日は、神谷幸信政調会長と2人でここに来て皆さんに高橋克典さんのお願いをするわけだったんですけれども、神谷政調会長どうしても今日議会質問選が終わったばっかりなんですけれども、今度予算特別委員会があるもんですから、そっちの方の打ち合わせで政策の取りまとめ役を今神谷政調会長がやってるもんですから、どうしても今日中来れないもんですから、お前行って2人分やってきてくれってことで、神谷政調会長からくれぐれもよろしくということであります。まあ、そんなことで県議会を代表して、一言今横尾さんの方から話がありましたけれども、経緯について説明をさせていただきたいと思います。皆さんも3年前上野美智子さんで大変お世話になりました。その時も公募という形を取らさせていただいたんです。やはり密室で候補者を決めるという手法はもう入りません。ですから多くの人に、参議院になりたい人を手を挙げてくださいということで、集まっていただいて、でその中でいろいろ面接なりいろんな多くの人に意見を聞いていただいて、前回も候補者を決めていただいて上野美智子さんが当選をしました。ですから今回も同じように、自由民主党の栃木県連は公募という形を取らせていただいて、やはりもちろん高橋候補予定者の他にもたくさん立派な素晴らしい人がいたんですけれども、最終的には話がつかないんで投票という形の中で、決めさせていただきました。まあ、その結果自民党の小須藤先生もお見えですけれども、各自民党の支部の役員の方々にお集まりをいただいて皆さんで投票した結果、ダントツの一番で、高橋克典さんが今回の参議院の候補予定者に決まったということなんです。ですから決して自民党県連の中のね国会議員やこう一部の偉い人が決めたという話ではないもんですから、この夏の参議院の候補者に一番うってつけで、まず即戦力で働ける人ですね、政治経験が豊かで即戦力で働ける人が、そしてまあ若さがあることということがやはり大きな条件だったと思います。ですからそれは小須藤先生が言われたように、県議会議員も経験をして、その前には岩崎純三先生の秘書を長くやって、でそれから県会議員をやって予想先生と同期で当選をなさったんですけれども、地元の高根沢町長が旧姓をなさったわけで、それで15年間高根沢の町長をやられて今回公募で決まったということなんで、そこをぜひご理解をいただきたいと思います。なぜ我々は高橋克典さんを推すかというのはですね、ご存知のように今参議院はねじれなんです。野党の方が人数が多いんです。ですから自民党と今鈴木さん言われた公明党で昨年の12月の選挙で自公政権ができたんですけれども、これが法案が参議院に回るとこれ否決されちゃうんですよ、みんな。それじゃあいくらですね自公政権が素晴らしい政策を出して法案を持ってたとしても参議院で否決されたら何にもならないので、何としても今回の参議院の選挙で自民党公明党が政権を握らないと、皆さんからの要望をなかなか聞けないということなもんですから、ぜひご協力をいただきたいと思います。で今日は今から西川幸也代議士もまもなく、先ほどまで多分、下野新聞社の135周年の記念式典にどうしても出なきゃいけないっていうんで、そちらをもうすぐに退出して、こちらに向かっているってことなんで、まもなく西川先生もこちらに来て、皆さんにお願いをすると思いますけれども、この栃木選挙区は全国の中でも最も注目をされている選挙区です。要するに、現職の民主党の候補と自民党の新人の候補が戦う、これはもう日本でもですね稀な激戦区です。ですからこれは選挙戦まで多くのいろんな応援部隊も入りますけれども、何としても地元の我々がですねみんなと力を合わせて頑張らなきゃいけない。特にこの阿波野地区も金間市もそうですけれども、西川代議士の地元2区です。で高橋克典候補者は2区の中の高根沢の出身です。ですから地元中の地元で票が出なければ絶対に選挙は勝てないということで、くれぐれも阿波野地区の皆さんには高橋克典候補予定者のご協力を心からお願いをしたいと思います。
皆様のお手元にこのブルーの紙が入っていると思いますけれども、14日、来週、再来週、14日の金曜日の夜7時から鹿沼市の商工会議所の催事ホールで鹿沼市全体の総決起大会を開催をさせていただきます。まあ、その時には中央からも応援の弁士が、まあ、今のところは決まってないんですけれども、ひょっとすると三原純子さんか有村春子さんか、まあ、結構有名な方も来ますけれども、そこで、何としても鹿沼を一本化して、高橋克典さんで頑張ろうということで、よろしく、この辺もお願いをしたいと思います。まあ、そんなことで、これから候補予定者本人から皆さんに話があります。話を聞いていただければ必ずよし頑張ろうという気にさせる男ですから、よくこれからですね候補予定者の話を聞いてください。そしてご支援をよろしくお願いをしたいと思います。そして先ほど公明党の鈴木議員の方から話ありましたけれども、今回は公明党さんからも熱いご支持をいただいております。ただ、衆議院の選挙の時には公明さんとうまく選挙関係がいったんですけれども、今回は自民党の方も比例の候補者を皆さん抱えているもんですから、この中にも建設関係の人はやはり建設業界から出ている人もいるんですけれども、まあ、そこは上手にですね、なんとかその日滝大作さんの方にも今回名前書かなきゃいけないんですよ。全国の比例区はね、一番最初に、地方区ですから高橋克典さんの名前を書いていただいて、2番目にこの全国区の比例区の名前を書いていただくんです。まあ、その時には、そういうしがらみのない方は平木大作さんという公明党の、これは東大を出て優秀な方なもんですから、公明党さんとのいろんな選挙協力もあるもんですから、自公政権でということで、そういうふうにお願いをしたいと思います。しょうがないね、それね申し訳ないんですけれども、私どもも実は歯医者で、歯科医師の全国の候補を抱えてるんですけれども、まあ、それはそれで、まあ、歯医者じゃ関係ない人にはいろいろね、平木さんの方のご支援をお願いしているということもあります。そういう形の中でぜひ今回7月4日が告示ですから、もう日にちがないんです。多分阿波野地区に来るのが今日が最後になるかもしれません。ですから近くでよく顔を見ていただいて、名前を、ね、高橋克典、高橋って名前は日本で3番目に多い名前ですから、覚えやすいですから、克典覚えてください。そして話を聞いてください。必ず栃木県のため、そしてこの鹿沼市阿波野地区のために働ける男でありますから、我々が自信と責任を持って推薦を申し上げます。どうぞ高橋克典をよろしくお願いします。ありがとうございました。